はい、皆さん、翔太です。今度も一般的な社会、体の秘密が可能性を楽しく紹介されていこうと思っております。はい、始まりますけども、手のひらと体幹の関係についてね、紹介させていこうと思っております。まあ、体幹がね、うまく使えるとパフォーマンスがあるのはね、皆さん知ってると思うんですけども、それにですね、実は、手の使い方ですね、指の使い方によって、実はこの体幹の影響が出てしまいます。まあ、例えばですね、ラケットの握り方とかね、走る時の手の握り方とか、こういったところがちょっとずれるだけで体幹が強くなったりとか、もしくは崩れてしまったりというふうにしてしまいますので、ここでしっかりと理解していればと思っております。でやっていこうと思います。はいですね、実際にやっていこうと思います。じゃあどういうふうにですね、手を使えばいいかというとですね、これ実はタイプが2つあります。簡単に言うと、親指タイプ、母指、内転筋をうまく使うと体幹が連動するタイプの人と、小指は小指、単立筋を使う方が、体が連動するタイプといてます。で、このタイプをですね、まずはしっかりと、あなたはどっちのタイプなのかを把握していただきたいと思います。ではね、やっていこうと思うんですけども、チェックの方法としてはね、一番シンプルなのは、この肩の動きですね。体幹がうまく使えると、前屈筋連動して、肩甲骨周りが非常に柔らかく動けるようになるんですけども、それが、親指のスイッチ入れた方が動きやすくなるか、小指のスイッチ入れた方が動きやすくなるかをチェックします。で、親指のやり方は、親指を閉じるだけですね。こういう感じです。こう曲げないで閉じるだけです。閉じたままで、肩を動かす動きと、小指側をグッとね、親指側に引きつける。この、こっち側をギュッて持ってくる。ギュッて持ってくる動きで、肩を動かす動きを比べて、肩周りが、より動きやすくなるのはどっちかを比べてみてください。私はね、ちょっとこっちの方が肩のね、この僧帽筋が張って、若干動きにくくなって、こっちの方が肩の張りが長く動きやすくなります。で、これ分かんない人はですね、もちろん腹圧、体幹がしっかりするので、体のね、バネ感とかも出たりしますので、親指を閉じた状態で、こうやってちょっと走ってもらった時の弾み感ですね。うまくいかないと、まあ、ちょっと私こっちの辺に若干ね、前ももに力みが出るかなって感じなんですけども、で、小指側ですね、小指側しっかり出てあげると、前ほどに身を取って、もう裏側で跳ねる感じが出やすいので、まあこっちかなみたいな感じなので、まあ動いてもらった弾み感とか動きやすさと、実際に肩の動きやすさですね。この二つで比べてもらって、あなたのスイッチが親指側なのか、小指側なのかっていうのをまずは把握してみてください。まずこれがね、もう最重要になってきます。で、分かってきたら、実際に動くときにも、そこにね、軽くスイッチを入れて動いてもらうといいかなと思います。でスイッチの入れ方は、もうめっちゃシンプルなんですけども、動かしてもらうだけですね。例えば、親指側の人だったら、親指側の筋肉をちょっとさすります。まあ、さすることでね、筋肉に感覚入りますので、母指球さすって、ここを触った状態で、閉じる動きを10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。まあ、これを同じように、こっちもさすって、入れます。で、入れた状態で、実際ね、ラケットとだったら、ラケットを握って、打ってもらったりとか、走るとき人だったら、走っていただくっていう形ですね。そうすると、手の感触がね、あ、こういう感覚かなっていうのが、分かってくるかなと思います。いけますかね。それと同じように、小指側の人は、小指側ですね、小指球の方を触って、小指を頑張って、親指側に近づけるようなイメージで10回動かします。まあ、これね、さすりながら、さすりと動かすのをセットでやっていってください。もうこれもこっちも同じようにやっていただくという形になります。で、入れたら、手の使い方をそのまま再現して、ラケットかラケットを持って動いてもらう。まあ、ボールシュートを打ってもらう。走る時の手の握りの感覚確かめてもらうと、いつもの感覚と、まあ、あんま変わんない人はね、まあ、まあそのままでもいいですし、いつもの感覚と、あ、こっちの方が握りやすいなとかいう感覚が出てきたりとかすると思いますので、そしたらね、そちらの方で練習していただくことによって、よりね、いい手の付け方、体幹に連動する手の付け方を覚えることができますので、取り組んでいただければなと思っております。まあ、本当にね、これ、よくあるのは、小指で絶対に持たないといけないっていう知識が入ってる場合があるんですよ。その競技によって、小指を絶対に逃がしてはいけないとか、逆に親指を絶対に逃がしてはいけないとか、そういう風にね、知識でそっちやってる人の場合ですね、逆やってることが結構あるんですよね。なので、あなたに合うことをですね、あなたが親指側のタイプだったら親指側で使ってもらう。小指側だったら小指側使ってもらう。あなたの体に合わせて、体を使っていくっていうのが本当にね、パフォーマンス上げるための本当に最短の、近道になってきますので、ぜひともね、まずはしっかりとね、どっちのタイプなのかだけね、把握して、うまくね、あなたの競技につなげていただければと思っております。はい、ということで、今回の内容はここまで参照こうと思っております。ユニム設定について、Twitter、Instagram もやってますので、そちらのチェックフォローよろしくお願いいたします。私はオンラインスクールの方も営業してますので、体の秘密でもっと詳しく知りたい、もっとね、自分のパフォーマンス上げたいという方は、また概要欄貼ってますので、覗いていただければと思っております。
ゆるむ仙台自身、ここはですね、大阪にありますので、もちろんね、直接来てる今、あなたの体のパフォーマンスを上げるためのね、お手伝いずっとやってますので、もっとね、上目指したいとか、今の自分よりももっと可能性出したいという方は、ぜひともね、会いに来ていただければと思っております。はい、ということでね、今回の動画はこれで終了させていただきます。ご視聴いただき、ありがとうございました。